エアコンからポコポコ音やポンポン音が鳴る時のイオン解消方法をご紹介します。エアコンを動かすとこのようなポコポコ音やポンポン音がする場合があります。この音を解決する方法をご紹介します。音の原因は何でしょうか？この音はエアコンから水がうまく排出されていないことが原因で鳴っていることが多いです。室外機付近にはドレーンホースが設置されています。ドレーンホースはエアコン内に溜まった水を外部に吐き出すためのホースです。しかし何らかの影響でうまく外部に水が排出されず、画面の黄色い矢印のように水が引き戻される場合があります。水の排出と引き戻しが繰り返されたとき、ポンポン音が発生します。解決方法です。ポンポン音は気密性が高い部屋で発生する可能性が高いです。キッチンの換気扇です。強で音が鳴っていたら弱にしましょう。弱でも音が鳴るようなら換気扇を切りましょう。トイレ、洗面、お風呂の換気扇の場合もあります。キッチン同様に切ってしまいましょう。エアコン近くに窓があったら窓を少し開けてみるか、窓についている小窓を少し開けてください。エアコン付近に通気口があったら開けてみます。これらの方法でも音が解決しなかった場合は、ドレーンホースの付け替え、または清掃、もしくはドレーンホースに消音バルブを取り付けます。チャンネル登録をお願いします。パソコンの方は画面のチャンネル登録ボタンをクリックしてください。スマートフォンの方は画面下のチャンネル登録ボタンを押してください。